も達也です。どうですか皆さん、ちょっとずつね元気になってきているかなと思います。今回はですね、不安とか、うつ病とか、パニック症とかね、そういった、不眠症も含めて自分がストレスを感じて、それで眠れないとかね、落ち着けない、リラックスできないって方に向けての、呼吸法、マインドフルネスの呼吸法、呼吸瞑想についてねやっていこうかなと思います。今回はやっていくのが15分間やっていきます。で、鼻から吸って口から吐きます。で、4秒吸って8秒かけて吐いていきます。で、効果とかそういったものの説明っていうのは他の動画を作ってあるので、リストからね呼吸法っていうものを見てくれたらなと思います。ではね、早速やっていきましょうか。ではね、15分間完璧を求めずね、ちょっとずつやってみてくださいね。で、今はちょっとやりたくないなって人はね、また後でやりたくなったらやってみてください。では行きましょう。いきますよ。はい、吸います。1、2、3、4、吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、吸います。1、2、3、4、吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、吸います。1、2、3、4、5、6、7、8、吸います。1、2、3、4、5、6、7、8、ごめんなさいね、間違えましたね。吸います。1、2、3、4、吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、吸います。1、2、3、4、吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、続けてください。鼻で息を吸って、鼻で息を吐きます。ゆっくり吸って、ゆっくり吐きます。4秒吸って8秒かけて吐きます。吐く息を長くすることでよりリラックスできるようになります。なぜならば自律神経がね、副交感神経に切り替わっていくので。吸った時にお腹が大きく膨らんで、吐いた時にゆっくりとお腹が小さくなっていく、ね、手を当ててね確認しながらカウントをして続けてみてください。吸って吐いて、吸って吐いてを続けてください。その時にいろんな不安が頭をよぎると思います。こんなことをやだなとか、あんなことやだなとか、この先どうなるんだろうかとか、自分ってダメだなとか、何にもしてあげられないとか、そんなことが頭をよぎるかもしれません。そしたらそれらを否定することなく、あ、今こういうことを考えているんだなと受け入れて、優しく自分がこういうことに不安になっているんだなということを受け入れて、それらを観察してください。どういうことに不安になっているのかな、どういうことが自分は怖いのかな、自分を奮い立たせて頑張っているけどなかなかうまくいっていないな、そんなことにイライラしているかもしれないな、いろんなことが頭をよぎると思います。その度に頭の中に、あ、こういうことに注意がいっているな、そこを認識して評価せずに受け入れて、呼吸に意識を戻しましょう。吸って吐いてを続けてください。吸う時にお腹が膨らんで、吐く時にお腹が小さくなっていきます。完璧を求めずに、肩の力を抜いて、姿勢も完璧でなくても問題ありません。寝ながらやっても問題ありません。少しずつ少しずつ呼吸に意識を向け続ける練習をしましょう。吸って吐いて、吸って吐いて、たくさんの不安が頭をよぎると思います。それは不安かもしれないし、恐怖かもしれない、悲しいことかもしれない、
怒りかもしれません。それらを、あ、今悲しんでいるのかな、怒っているのかな、落ち込んでいるのかな、泣いているのかな、それらを認識して、また、あ、今自分はこういう状態なんだなっていうのを受け入れて、再び呼吸に意識を戻していきます。吸って吐いて、吸って吐いてを続けてください。本当に効果があるのかなとか、こんなんでいいのかなとか、うまくできてるかなとか、いろんなことが頭をよぎると思います。その度に、あ、今不安になっているんだなとか、今心配しているんだなとか、そういうことに自分の意識が向いていることに気づいて、またそれらを受け入れて、評価することなく受け入れて、呼吸に意識を戻します。吸って吐いて、吸って吐いてを続けてください。呼吸は24時間365日止まることなく続いています。生きる限り続けていると思います。この呼吸に意識を向ける練習、どんなことがあっても呼吸に意識を向ける練習を続けていくと、24時間365日ずっと皆さんのリラックス、不安との向き合い、恐怖にぶつかった時、皆さんの味方をしてくれます。それはどんな時であろうと味方をしてくれますけれども、完璧を求めずに、ただただ観察を続けてください。お腹が膨らんで、お腹がへっこんで、吸って吐いてを続けてください。効果はしっかりと科学で実証されています。心配することなく、毎日1分でもいいので、1回でもいいので、自分の呼吸に意識を向けること、それらを習慣づけてみてください。続けてください。なかなか呼吸に意識を向けられないなという方は、頭の中で4秒カウントして吸いながら、8秒カウントしながら、頭の中でその数字を思い浮かべてください。完璧を求めずに、ただただチャレンジしてみてください。行動してみてください。吸って吐いて、心は楽しかったなとか、またああいう風に戻れたらいいなとか、しっかり眠りたいなとか、不眠症治るかなとか、反芻思考は止まるかなとか、マインドフルネスって本当に効果があるのかなとか、いろんなことが頭をよぎると思います。家族が大好きだなとか、はたまた嫌いだなとか、いろいろよぎると思いますけれども、その度に、自分は今こういうことを考えているんだな、
そこに意識を向けて、あ、今いろんなことを考えているな、そういうようなところを自分で気づいて客観視して、また呼吸に意識を戻します。吸って吐いてを続けてください。呼吸を続けているとなんとなくリラックスできてきているかと思います。少しずつ一日の間に取り入れてみてください。疑うことなく、信じすぎることなく、ただただ続けてみてください。そしたらいつでも使える自分の心強い味方になってくれます。吸って吐いて、吸って吐いてを続けてください。悲しいなとか、嬉しいなとか、寂しいなとか、イライラするな、そんな風に感じてしまう自分はダメだなって思ってしまう人もいるかもしれませんけれども、そんな自分を受け入れて、自分たちを守るための機能である感情表現っていうものをしっかり受け入れて、評価することなく、それでも感謝はしてもいいかもしれません。ありがとうねっつって、そしてまた自分の呼吸を観察することに意識を戻しましょう。吸って吐いてを続けてください。完璧を求めずに、ただただ自分の体に意識を向け続けてください。今後世の中はどんどんと景気が悪くなると思います。そのためにも今少しずつ流行り出しているマインドフルネスというもの、科学的にも分かり出しているマインドフルネス呼吸法というものをしっかりと自分のものにして、自分のやりたいことに挑戦してみてください。自分のために自分をリラックスさせて、自分のために行動して、その行動がまた誰かのために役に立つはずです。吸って吐いて、吸って吐いてを続けてください。もう間もなくで、ね。
10分が経過します。終わったタイミングでなんとなく自分の体に意識を向けてみてください。少し頭がすっきりしてなんとなくリラックスして、体中のまたは顔のこわばった筋肉が少し緩められていることに気づけると思います。そしたらまた明日も続けてみてください。自分のために、まずは自分のために行動してみてください。吸って吐いて、吸って吐いてを続けてください。お疲れ様でした。15分間ね、皆さんしっかりとできたかと思います。完璧を求めずにね、こうやってちょっとずつやってみてください。自分のために自分の時間を作って、自分をリラックスさせてあげるための時間を作って、自分を気分を休憩させてあげるということを学んで、そして自分のやりたいことにねチャレンジしていってほしいなと思います。そんな感じでね、今日はね、あとの時間もねあまり話さずにやっていこうかなと思います。いろんな呼吸法も出していきます。あまりね、完璧を求めずに挑戦してみてほしいと思います。でまたいろんな相談もたくさん来ているので、またいろんなね動画を出して返信していこうかなと思います。皆さんもねちょっとしたことでもいいので、また不安があったりとかしたらコメント欄に書き込んでください。もしくはツイッターとかそういったものにもね投稿してダイレクトメールをいただけると助かります。それでは皆さん、ちょっとずつ元気になっていくと思います。またお会いしましょう。